フェーン現象の影響などで午前中からぐんぐん気温が上がった県内。各地の最高気温は上越市高田で 31.1 度と今年最高を記録したほか、魚沼市小出で 30.4 度、新潟市中央区で 30.2 度などとなりました。今日はちょっとね、昨日に比べて結構暑いですね。犬歩くの見れば分かります。もう全然違うんですよ。今日も多分もうちょっと歩くとね、途中で嫌になってくるんじゃないかな。昨日に比べたらちょっと気温が高くなってますね。いや、梅雨時ですからね、はい、湿気が高いっていうのがありますので。こちらは 30.3 度を観測した長岡市。暑い日は市民に愛されるアイスキャンデーが人気です。老舗の和菓子店川西屋は先月末からアイスキャンデーの販売を始めました。味はミルクやイチゴ、3色などの5種類で、まとめ買いをする人が多いのも特徴。原材料の価格高騰で1本10円から20円値上げしましたが、多い時には1日3000本売れるそうです。お菓子を買おうと思ったけど、あんまり暑いから、あ、お菓子よりもこれがいいかなと思って、はい、このキャンデー、さっぱりしてね、好きなんで、早速午後からいただくんじゃないかな、みんなが、待ってるから。長岡祭りもやられることらしね、まあ、帰ってきた人が喜んでくれるように、まあ、頑張るつもりです。アイスキャンデーの販売は9月まで続きます。